学校教育学校教育日本の学校教育各国の学校教育に関する法律の一覧日本の学校教育法学校教育法とは学校教育制度の根幹を定める日本の法律である所管官庁は文部科学省である学校教育法は日本国憲法制定後の議会であった第92回帝国議会によって教育基本法などと共に制定された 法令番号は昭和22年法律第26号1947年3月31日に交付翌4月1日から施行された。学校教育法で指定された学校の種類は第二次大戦後における教育改革の姿勢と方向づけを如実に示している。ただし学校教育法に言及されていない教育の場も少なくない。 学校教育法は、小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年、幼稚園、高等専門学校5年、中等教育学校、義務教育学校、特別支援学校のほか、専修学校や各種学校などについても定めている。第二次世界大戦以前は、学校制度は、各学校主ごとに直例によって定められていた。 近代日本の学校制度整備の起点となった学生では一つの法令ですべての基本的な学校種をすべて定めていたがその後一貫した学校体系がなかなか整備されない傾向にあった結果として教育目的や入学対象者修行年限等が異なる学校種が複数並列して設けられることになりこれを伏線型学校体系と呼んだがこのことが 各種学校例として反映されていると見ることもできる。戦前の国民は最上位の教育機関であった大学に進学するには原則として旧正高等学校などの限られた種別の学校を卒業しなければならなかった。第二次世界大戦後日本国憲法教育基本法の制定を踏まえて学校教育の制度の根幹を定める法律として制定され、 学校制度は6から3から3から4制を基本とする単線型学校体系に改められた。学校教育法の精神は、公の制度である学校を一つの法律で規定し、教育の機会均等を図ることにある。学校教育法の施行に伴い、第二次世界大戦前の各種の学校令は一斉に廃止された。なお、その後1961年に、 高等専門学校が1998年に中等教育学校が2015年に義務教育学校が設置されるなど一部伏線化の動きがある。学校教育法はこれまで30回以上にわたって改正されている。はじめの第1章に、早速第2章に義務教育、後半の第12章に、雑速第13章に罰則を置くかは、 各学校に関する内容を定めている。なお、各種学校に関する定めは、第十二小雑則にある。学校教育法は、公の性質を持つものとされている一条項について、定められ、他にも、専修学校と各種学校について、定めがある。以下の出典は、文部省 HP。告示の件名が、関数字の場合とアラビア数字の場合があるがすべて、 元の HP のままとしてある。学習指導要領は文部科学省告示となっているが、検索の便宜上、上記の告示とは別に掲載します。ありがとうございます。